全然大丈夫じゃないのに、大丈夫じゃない人ほど大丈夫って言いますね。このことをね、私は大丈夫病と呼んでます。大丈夫病、素直になれてたら幸せですよ。だから素直に生きれるような人生をね、送れることっていうのをね、大事にしてほしいなと思うんですよね。皆さんこんにちは、早間愛です。今日もようこそ愛チャンネルへお越しくださいました。いつもご視聴ありがとうございます。本当にね、最近たくさんメッセージいただくようになってめっちゃ嬉しいです。さらにね、私の力になってます。知らないところで何かこう自分が伝えていくことでお役に立ってるっていうのはめちゃくちゃ嬉しいものですね。ではですね、早速入っていきたいと思うんですけれども、今日のテーマはですね、女の幸せに必要な〇〇。この〇〇に入るのが何かというと、素直になること。素直になる、素直に生きる。これもうね、女が幸せになるためにはもう絶対に必要です。まあ、というのもですね、私のところにたくさん、いろんな女性が相談にいらっしゃいます。その中でその女性たちの幸せの壁となっているもの、まあ、障害みたいなね、となっているものって、素直になれないことっていうの非常に多いんです。例えばですけど、本当はきつい時にきついって言えない、要は素直にきついってことが言えずに無理して強がっちゃったりだとか、こういう時ね、大丈夫ですとかって言うんです。みんな、あ、大丈夫ですっていうね、いや全然大丈夫じゃないでしょうっていう大丈夫ですが出るんですよ。で、このことをね、私は大丈夫病と呼んでます。大丈夫病、全然大丈夫じゃないのに、大丈夫じゃない人ほど大丈夫って言いますね。無意識にこう強がっちゃうんですよね。これね、私もだいぶかかってました、この大丈夫病。もう得意だからね、よくわかる。もう強がってね。で、強がるってね、きついですよ。でね、まあ強がれてる時というのは、まだもしかしたら余裕があるという見方もできるんだけど、ただそれ続けていくと、本当にね、心疲弊しちゃう。もうね、もう苦しい。どんどん疲弊しちゃうと、こうなる。どんどんこの気持ちがひねくれてっちゃうんですよね。だから、ね、可愛くないっていうね、もう可愛くないこれになっちゃう、心がね。で、心が可愛くないとね、これね、顔も可愛くなくなるんだ。これがもう面白いこと、なんかギスギスしたようなね、顔になっちゃうっていうねまあこれもね、私が体験済みなことなので、声を大にして言えるんですけど、だからやっぱりね、女性は素直になれてたら幸せですよ。もうね、素直になれたら幸せよ。だから素直に生きれるような人生をね、送れることっていうのをね、大事にしてほしいなと思うんですよね。でね、さっき私のところにいらっしゃる女性でっていう話したと思うんですけども、特にね、心配しちゃうタイプの人がね、結婚に感謝なんですけど、本当は結婚したいって思ってるんです、本当はね。だけど、何回かじゃそれにトライして失敗したりだとか、もしくはもうトライするのもちょっと怖くってとかね、トライしてなくてとかね、結婚はしたいんだけどできないから、私に結婚は必要ありません。私結婚がなくても幸せですって言っている女性。もうね、一番心配というか、すごく、言い方あれですけど、厄介だなって思う。で、何が厄介かというと、その人が幸せになっていくために厄介な問題を抱えてるっていう意味でね。やっぱり出会った女性にはみんな幸せになってほしいと思ってるんですよ、勝手に。まあ、そのために来てくれてるっても思ってるから、その人にとっての幸せっていうのを掴んでもらえるためにたくさんこういろいろサポートするんですけど、だけど、その本当は結婚したいのに、その結婚したいって気持ちにね、素直になれてない人というのは、やっぱりね、難しいんですよ。そこを崩していくのも、いや大丈夫ですって言われるから、でそこじゃないんですって言われるんですよ、結婚じゃないですって。でも、もしも本当に結婚じゃなかったら、その人は全然ね、もう悶々とすることもなく幸せに生きてるはずなんですよ。結婚してなくても、なんか自分の夢に向かってキラキラ輝いてるだとか、とにかく幸せなはずなんですよ。だけど
そうやってこういらっしゃる女性っていうのは何か自分の中で悶々とするからいらっしゃっていて、幸せになりたいって言われてるんですよね。ということは、その自分のその素直な本当の気持ちにちゃんと気づいてあげる必要がねあるんですね。でそこに気づくまでにね結構時間が必要だったりするんです。これを見ててね、わあ私もしかしたらちょっとそれ系あるかなとかね、それあるかなと思う方はぜひこの動画をねきっかけに、その自分の本当の素直な気持ちというものをねちゃんと見てあげて、そこで受け取ってあげてほしいんです。受け取るって何かというと、ちゃんとその素直な気持ちに向かって行動してあげるということです。本当はじゃあ結婚したいって思ってるんだなと思ったら、ちゃんと結婚ができるためにはっていう行動を取るということ、自分のその素直な気持ちにそれを叶えてあげれるような行動を取るということです。そうしてあげると本当にね、自分がこう素直に生きれるようになるから、どん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 幸せな人生と変わっていくんですよね。これはね本当にね女性にとってね大事、もうめちゃくちゃ大事。素直に生きれてるかどうかで、素直に生きれてる時というのは本当に、ね、エネルギーも出るんですよ。自分の中からエネルギーが、ね、湧き起こってくる感じ。でも素直じゃない時って、私もねいっぱい経験があるの で、なんなら未だにその素直なところからずれそうになる時もあります。でその時はねどうしてるかというと、なんか素直に生きれてない時ってなんとなく違和感があるんですよ。なんとなく気持ちが悪い感じ、これでいいかなってこう迷いが出たりだとか、なんかね気持ちよくないんですよ。そうなった時にそれを無視するんじゃなくて、あ、なんでそうなってるんだろうっていうね、そこをちゃんとキャッチアップして見てあげるんです。で、あ、なんか自分にとって素直な選択、素直なこう行動ができてないかもしれないっていう風に見てあげて、自分にとってじゃあ素直なこう気持ちがいい方、心地がいい方はどっちなんだろうみたいな感じでちゃんと見てあげて、ちゃんと心地がいい方を選んであげるっていうことをやってます。そうするとちゃんとまた軸に戻れるんですよね。自分にとっての幸せの軸に戻れるんですよね。でそのバロメーターというか基準が、この素直な自分で生きれているのかどうかっていうところ、ここをね私もこう常にこう意識しながらここを基準にやってます。でそれができてる時というのはやっぱりね現実がうまくいくんですよね。すごくこううまく回っていきます。なぜなら本当にやりたくてやっているし、エネルギーも湧いてくるし、違和感がないからどん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 こう前に進んでいけるんですよね。だけどやっぱ悶々としてる時って進んでいかないんですね。だこうやってこう現実にも大きく影響が出てくるので、自分にとって今素直な気持ちをねちゃんと素直に行動できてるのかなとか、素直な自分で生きれてるのかなとかね、そういったところをちゃんと見てあげるということをぜひやってみてください。本当にねこれをするだけでも生活も変わるし人生も変わっていきます。一日の生活が変わっていくということは人生が変わっていくことなんですよね。結局この一日一日の繰り返しが人生だから、なのでこの1日という時間を丁寧にね見てあげるということをぜひねしてあげてみてください。でその中での見方として、ちゃんと自分が素直に行動できているのかということ、ぜひそこを見てあげてください。今日はですね、女の幸せにとって必要な〇〇ってお届けしていますけれども、すごくシンプルなこと、素直に生きれているかどうか、ここをねちゃんと見て、これをね即実践に生活に生かしてみてください。で、ね、やっぱりこう即実践していくと本当変わっていくんですよね。で頭で分かったで終わりにしてしまうと本当にそれで終わってしまっちゃうので、ぜひ実践するっていうところまでやっていただけると嬉しいです。でまた皆さんの何かね役に立てたら本当に嬉しいなと思っています。それではですね、今日はこれで動画を終わっていきたいと思いますけれども、最後までご視聴本当にありがとうございました。でよかったら高評価と、チャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。さあ皆さん、動画いかがだったでしょうか。この動画良かったらいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。そして概要欄に LINE つけてます。 LINE のお友達追加もよろしくお願いします。この LINE に登録してくださった方には特別なプレゼントを用意しています。それは自己肯定感をチェックできるリスト、そして自己肯定感をアップしていくための方法、それを皆さんにプレゼントしています。ぜひ登録してプレゼントを受け取ってください。それではまた、バイバイ。